幕末維新勤労死物語総書、白虎隊より、婦女隊の奮戦婦女隊は、合図戦争において、合図藩、江戸詰藩条約中野平内の長女、中野武子らにより、自発的に組織された女性だけの協力防衛隊である。上司軍、上司隊と呼ばれることもあるが、編成時には、名称は定まっていなかった。参加者らは、上司軍や、婦女隊と呼び合い、 藍津ズボ神戦士でも特に対名を記さず、単に女隊と表記している。いずれも隊の正式な名前ではなかったが、東欧項目では、不助隊で統一する。慶応4年8月23日、新政府軍が鶴ヶ城下へ進行してきた際、前藍津藩主、松平片森の義士にあたるテル姫が藍津番下に避難しているという情報を耳にした。 中野武子らが、照姫を護衛するため自発的に組織したのが、扶助隊であった。照姫を護衛すべく、合図番下に向かった、扶助隊であったが、この情報は誤報であり、照姫を発見することができず、すでに縄文も閉ざされていた。やむなく、合図番下の崩壊時に宿泊した。すると24日、付近の高瀬村に、合図勢が通ったので、指揮官の過労。 カヤのゴンベイに従軍を申し出たが、女子であるために拒否された。しかし彼女たちはさらに部隊長である、町のモンドに掛け合って、従軍が叶わなければ自害すると熱く迫ったので、翌日戦法となる、小屋作材門の正気咲隊の攻撃に加わることが許された。翌25日、祝願かない戦闘に参加することになった。捕獲されて、恥ずかしめを受けることも、 非常に恐れた、婦女隊は、文字通り死を決していて、涙橋の戦いで壮絶な奮戦を見せた。新政府軍の大垣、長州勢は、小吉先隊に女子が混ざっているのをあざけ笑って、生泥をとするが、その武勇に驚き、慌てて、銃を取り、銃弾の雨を降らした。なぎなたで突進した、中野武子は額に銃弾を受けて戦死した。 主宮は新政府軍に奪われることを良しとしなかったので、妹、中野優子はすでに息絶えた姉を解釈してその首を白羽二重に包んで回収した。なお、竹子は胸を打たれて倒れたという説もあり、その場合はまだ息があって自ら優子に解釈を頼んだという話となる。軍事奉行転役として、蕎麦、伏見の戦いの不手際で自害させられた、神保修理の未亡人で、 美貌で知られた、神保ユキ子は、同じく戦死したとも、捕獲されたとも言う。一説には、ユキ子は、大垣兵に蹴け取りにされた際に遊兵され、合図番下長明寺に置かれ解放されないので、脇差しで自陣したという。経過は不明だが、いずれにしてもこの日に、彼女も死亡した。残る、婦助隊は、正吉崎隊、町の平らに従い、高瀬村まで退却した。ここで、 茅野の兵衛は、軍部業、柴太一郎と共に、婦女隊を見舞った。血潮に染まった衣服でなぎなたに、ウイの手柄の跡が残っているという面々に涙を流して感服したが、今日の実践は、大ずつ小ずつの争いであるとさとして、婦女子が、戦場の路と消えるは我らの本意にあらずと再度説得。隊長格をすでに失った、婦女隊は事実上、解散となった。その後、 彼女たちは、数日間、涙橋周辺に泊まってから鶴ヶ城に入り、他の女性と同様に籠城の支援に回った。なお、道場下での戦闘では、極めて多くの藩士の妻や子女が自害している。頭髪は散髪し、男姿となり、頭には白羽二重の鉢巻きをして、着物は女の着物に袴という服装。武器は、 大将の刀に薙刀であったが、新一枚八重は刀や薙刀ではなく鉄砲で、戦うべきと考え、扶助隊には参加しなかった。着物については、以下の服装であったとされる。おはじめとした二十四名。中野武子は、隊長という説があるが、年長者である中野孝子が、指図役であったとする説もある。基本的には、母子、姉妹、知人友人の集まりであって、 組織らしい組織を持っていなかったので、上下の差はなく結成時に体調という定義はなかった。ありがとうございます。